東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの2回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの1番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。1番バッターが出塁できるんでしょうか。まずはジャイアンツの先発高橋が東京ドームのマウンドに上がります。ルーキーらしい思い切ったピッチングができるんでしょうか。注目です。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね、そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ドカーンと大きな当たりです。打った瞬間確信、看板直撃、先制ホームランです。タイガース、プロ初打席で名刺代わりの一発。真ん中に入ってしまった変化球、弾き返された打球はスタンド深くまで運ばれてしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。先頭バッターにホームラン、痛い一発となりました。今日これがプロ入り初打席となる東野。ジャイアンツ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね、ここからはきっちりと抑えたい。インハイ決まっています。あっという間に2ストライクです。打ちました。弾き返した打球は右中間へ、ここは打ち上げています。センター掴んでワンアウト。今日これがプロ入り初打席となる山崎、ワンアウトになっています。初球打ち、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。プロ初打席で初ヒット、ワンアウトランナー一塁です。さあ一塁には追加点のランナー、バッターボックスには松本、そして塁上には俊足の山崎。ピッチャーとしてはランナーに彼がいると投げにくくなりますからね。ああやはりそうですか。打ちました。ショート取った、アウト、際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは浜田、そして塁上には俊足の松本。足のあるランナーがいるのでピッチャーはやりにくいでしょうね。ああやはりそうですか。初球打ち、これはどうか、破りました、センター前。ジャイアンツピンチになりました。ツーアウト二塁一塁、バッターは6番杉本。ジャイアンツこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。いや小宮山さん、やはり先ほどのホームランで乱されましたかね。どうでしょう、まあそういった意味でもこれ以上失点しないで回を終えることですよね。なるほど、さあここはこれ以上失点したくないところ。これは見送ってボール。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球。打ちました、これはどうだ、センターに抜けました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット、2対0になりました。ジャイアンツなおも二塁一塁のピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められています。ここまでで踏みとどまりたいですよね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますからしっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。千原バッターボックスです。
打ちました。大城一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。1回の裏ジャイアンツの攻撃です。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の島田。さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。亀井が打席に入ります。2試合当たりが出ていません。赤星さん、注目の初先発となりましたね。初めてのピッチャーと対戦する時のポイントはありますか。映像では見てると思うんですが、実際に打席に立つと感覚の違いが出てくるので、やはりバッターは振っていきながらタイミングを合わせることが大事だと思いますね。どうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。打ちました。高い打球センターへ、ここはフライになっています。上がりすぎました。東野抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。2試合当たりが出ていません。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。アウトコースへ決めました。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックス丸、2試合当たりが出ていません。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。インコース決まった。ノーボールツーストライク。引っ張った。高い打球ライトへ、この打球はフライになっています。上がりすぎました。最後はライトフライ、掴んでスリーアウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わって2対0、タイガースがリードしています。2回の表タイガースの攻撃、バッターボックスは8番西川。前回のゲームでは猛打賞を記録しています。当たってましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。さて今日はルーキー同士の投げ合いということになりました。ジャイアンツのインサイドを打ち上げました。ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。さあバッターとしても注目が集まる島田、バッターボックスに入ります。ピッチングの方はここまでいい感じで来てるんで、気持ちよく打席に立ってるでしょうね。なるほど。さあいい流れをバッティングでも活かせるか。打った、センターバック、センターバックする、センターオーバーのヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。プロ初打席で初ヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。甘い変化球になりましたが、これは入っています。これは見送ってボール。打ちました。田中一塁送球、アウト、ツーアウト。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。まあそして次は警戒すべきバッターが相手ですから、丁寧にいった方がいいでしょうね。その警戒すべき東の打席に入っています。打ちました。取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。2回の裏、さあジャイアンツこの回は4番から始まります。バッターは岡本。2試合当たりが出ていません。ジャイアンツビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたいですよね。そうですね。ファウルになります。追い込まれてるんで、際どいところは手を出していかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは5番ゲレーロ。2試合当たりが出ていません。島田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。外に決まりました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、2アウトになりました。打席には6番バッター大城。昨日のゲームでは無安打に終わっています。2アウトランナーありません。
初球これは大きな変化球ファウルになります。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。まあカーブに崩された感じになってしまいましたね。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって2対0タイガースがリードしています。小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたがいかがですか。いやもうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思う。打ちました大城、1塁そのまま入ってアウト。4番バッター松本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターボックスには浜田、そして一塁ランナーは俊足の松本。ここは牽制を入れて警戒しておきたいですよね。本当にそうですよね。打ちました、サード取った、二塁は無理、一塁送球、ツーアウトになりました。さあここは警戒です。先ほどのタイムリーの結果をチャートで振り返っておきましょう。初球ボール球です。2球目は何で来るか。打ちました、弾き返した打球はライトへ、ここは打ち上げています。亀井が掴んで3アウトです。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。落ちる球、見逃してストライクです。ノーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。これで5個目の三振を奪われました。赤星さん、バッター陣ここまで手も足も出ないといった感じですが。そうですね、まあ2回り目以降バッター陣がどう対応してくるかですね。なるほど、バッター陣の奮起に期待しましょう。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている住谷、島田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球大きな変化球、ノーボールツーストライク、アウトコース打ちました、ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋が打席に入ります。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。インコース決めてきた、あっという間にツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。回は4回の表に入っています。7番から始まるタイガースの攻撃、バッターは千原、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ジャイアンツビハインドで迎える4回です。ボールになります。打ちました、セカンド取った、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番西川、先ほどの打席はライトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。真ん中打ちました、ヒットになった。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー1塁です。さあ1塁には追加点のランナー、そして打席にはピッチャーという場面です。ここは盗塁も警戒しておいた方がいいですね。はい、ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。一塁牽制セーフ、打ちました、弾き返した打球はセンターへ、この打球はフライになっています。センターが取りました、ツーアウトです。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターは小安、そして一塁ランナーは俊足の西川。まあ嫌なランナーですからどうしても気になってしまいますよね。本当にそうですよね。まあスローイングがいいキャッチャーですからそう簡単に走れないと思いますね。打ちました、
坂本、スリーアウトになりました。ランナー、ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。亀井がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ジャイアンツビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まず打ちました、千原、アウト、ワンアウト。打順は2番坂本、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね、今度はやり返さないといけませんよね、初球これは大きな変化球、内へ低めの変化球、ノーボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4回終了2対0、タイガースがリードしています。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあそうですね、ただまあどうでしょうね、ぼちぼち。アウトコース打ちました、田中、アウト、ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。これでマルチヒット、ワンアウト、ランナー一塁となりました。さあ一塁に追加点のランナーを許しています。バッターボックスには松本、そして塁上には俊足の山崎。足のあるランナーがいるのでピッチャーはやりにくい。引っ張った、取った、二塁を送ります。二塁アウト。さあ一塁には追加点のランナー、バッターは浜田、そして塁上には俊足の松本。ピッチャーとしてはランナーに彼がいると投げにくくなりますからね。ああやはりそうですか。引っ張った、ファーストを取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。赤星さん、ここまで各バッターパーフェクトに抑えられていますが、何か対策必要ですよね。球種とコースをしっかり絞る必要があると思いますね。はい、まず1本欲しいところです。ファウルになります、ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスゲレーロ、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね、ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね、そうですね。変化球空振り、ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。さあマウンド上は島田、まだ一人のランナーも許していません。いや小宮山さん、ここまで素晴らしい投球してますよね。今日の投球インコース詰まりました、ここは打ち上げています。千原抑えてスリーアウトチェンジです。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。まずは初回、この回の先頭バッター小安、いきなりのホームラン、ジャイアンツこの一発で先手を取られます。さらに続きます、ツーアウト一二塁のピンチ、6番バッター杉本、追い込まれてからのタイムリー、ジャイアンツ1点を追加されます。3回の裏連続三振、いいようにやられています。東京ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、打席には6番バッター杉本、先ほど初球打ち、打球はライトへ、ここはフライになっています。ライト掴んでワンアウト、バッターは7番千原、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。さてこのところのタイガースですが、開幕4連勝と今年のペナントレースが楽しみです。3球目打ちました、右中間へのヒット、おっと送球がそれた、千原今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー一塁です。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。ここは長打が出やすいカウントですから要注意ですね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。打ちました、
取った、送球する、アウト、ツーアウト。さあバッターボックスには先発の島田入ります。まあ、こういう場面で失点すると後に響きますから、丁寧なピッチングを心がけたいですね。打ちました、ワンバウンド、ヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、セカンドランナーホームイン、タイガース追加点を挙げました。3対0、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。さあ追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには小安、そして一塁ランナーは俊足の島田。ここは牽制を入れて警戒しておきたいですよね。本当にそうですよね。まあ、ここはバッターフルスイングしていきますよ。なるほど、一塁はセーフ。次が3球目、打ちました、取った、一塁送球します。これでマルチヒット、2アウトランナー二塁一塁。バッターボックスには2番東野。ジャイアンツこの回1点を失っています。さあ3点を離され、なおも得点圏にランナーを背負った場面。さあここはしっかり抑えておきたいところ。打ちました、右中間に強い打球、これはどうか、右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、4対0、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。点が入りました、リードを広げられています。ここはこれ以上離されないように注意したいですよね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから、配球には十分注意が必要だと思います。打ちました、セカンド取った、一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかし配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃、バッターは田中。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ジャイアンツビハインドで迎える6回の攻撃です。ファウルです。変化球空振り、ワンアウトです。これが10個目の三振となります。赤星さん、ここまで抑えられていますけれども。そうですね、まあピッチャーもそろそろ疲れてくると思いますから。この後のバッター陣の巻き返しに期待したいですね。はい、変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の楊大寛。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね、この起用に応えたい。さあマウンド上の島田、まだ一人のランナーも許していません。初球空振りです。いい角度で落ちました。ノーボールツーストライク。これはバット出ず三振です。3アウトチェンジ、ご覧いただきましょう。最後は見逃し三振に倒れてしまいました。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了、4対0、タイガースがリードしています。これから7回、タイガースの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。高木が2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドに上がったのは高木、今シーズン2試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ小宮山さん、引っ張った、これはどうか、1、2塁間を破る、今日もマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。さあ終盤、離されたくない場面にノーアウトでのランナーを背負います。バッターは浜田、そして塁上には俊足の松本。足のあるランナーがいるのでピッチャーはやりにくいでしょうね。2球目打ちました、ショート取った、
二塁へ、セカンドフォースアウト。さあこの終盤で追加点のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには杉本、そして一塁ランナーは俊足の浜田。まあ嫌なランナーですからどうしても気になってしまいますよね。本当にそうですよね。3球目は何で来るか。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。これでワンヒットで点が入ってしまいますね。やはり打ちました、大きな打球になった。さあどうだ、レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、5対0、ジャイアンツなおもピンチです。打席には7番バッター千原、まあ、ジャイアンツとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。打ちました、田中、一塁へ、ツーアウトになりました。8番バッター西川、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナー三塁です。この試合は先発野手全員安打を達成しています。小宮山さん、ちょっと打たれ、打ちました、坂本、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。小宮山さん、無失点に抑えられていますのでまずは1点欲しいところですよね。まあそうですね、とにかく点を取らないことにはどうしようもないので。さあその1点取ることができ、引っ張った、高いバウンド取りました、アウト、ワンアウト。バッターは2番坂本、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。島田、まずは先頭バッターを打ち取っています。落ちる球、見逃してストライクです。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ツーアウトになっています。初球空振りです、これが2球目。いいとこ投げてきますね。インローへキレのある変化球、変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています。7回終わって5対0、タイガースがリードしています。さあバッターとしても期待がかかる先発ピッチャーの島田、打席に入ります。先ほどはいいところで打ちましたよね。はい、バッティング、アウトコース打ちました、ファーストが取る、アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります、バッター小安。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。まずはワンアウトを取っています。アウトコース、ここはしっかり抑えたいですね。彼は塁に出すと、打ちました、サードうまくさばいて、アウト、ツーアウト。打席には2番バッター東野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから。初球打ち、レフトへ打球伸びる、この打球はフライになっています。さあマウンド上の島田、ここまでパーフェクトピッチング。小宮山さん、そろそろピッチャーも完全試合を意識しているでしょうか。まあそうですね、意識するなと言っても無理でしょうね。まあ意識しすぎて力まないようにしたいですね。そう、変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。バッターは5番ゲレーロ、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。島田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。変化球空振り、ツーアウトになりました。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。枠いっぱいに決めてきました、ストライクです。切れてますね。ノーボールツーストライク、変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。ご覧いただきましょう、最後は空振り三振に倒れてしまいました。まあこのスプリットは打ちにくいボールだったと思いますね。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退に終わっています。8回終わって5対0、タイガースがリード。これから9回タイガースの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号15、沢村が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。真ん中打ちました、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが取りました、ワンアウトです。バッターボックスは4番松本、
先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーあります。初球打ち、打球はセンターへ、ここは打ち上げています。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打席には5番バッター浜田、今日は盗塁を一つ成功させています。初球打ち、これはどうだ、センターへ抜ける、これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。打順は6番杉本、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさ、初球打ち抜けました、これで3安打猛打賞、ツーアウト二塁一塁。打順は7番千原。まあジャイアンツとしては最後まで気持ちの入ったプレーを見せないといけませんよね。はい、さあここはしっかり守りたい。ストレート打った、ショート正面抑えた、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト、ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。5対0、タイガースがリードしています。9回の裏、ジャイアンツは代打を送ります。阿部が打席に入ります。さあバッターは阿部、ここでホームランが出ると通算400号ホームランの達成となります。さあマウンド上の島田、完全試合まであとアウト3つです。小宮山さん、なんとここまで一人のランナーも出せぬまま最終回を迎えました。いかがですか。いやもうこれはね、ぜひ見てみたいんでちょっと期待したいですね。本当にそうですよね。球場全体が変化球、空振り、ワンアウトです。完全試合まであと2人、ご覧いただきましょう。最後は空振り三振に倒れてしまいました。さあマウンド上は島田、完全試合まであとアウト2つです。これが3球目、変化球空振り、ツーアウトになっています。完全試合まであと1人、見逃せばボールかという際どいコースでしたが、ここは空振り三振に終わりました。まあ際どかったんですけど、見極めてほしかったですよね。バッターボックスには代打の若林。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ。さあマウンド上の島田、これで2アウト、完全試合まであとアウト1つ。いやー小宮山さん、まあ本当に素晴らしいとしか言いようのない投球を続けてますよね。そうですね、ここまで来ることはそうそうないですから、なんとか達成してほしいですね。はい、さあ完全試合なるんでしょうか。見逃し三振、試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず、パーフェクトに抑え込まれました。ジャイアンツは屈辱の黒星となりました。小宮山さん、今日はもう仕方がないというぐらい相手のピッチングがすごすぎましたね。そうですね、もう手も足も出ないというような感じですから、まあどうでしょうね、悔しいでしょうね。ぜひ明日から切り替えてほしいと思います。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。